喜び爆発と思いきや、ちょっと控えめな桜咲く季節です。静岡大学で今日、4年ぶりに前期日程の入試の合格者が張り出されました。コロナ禍を超えて合格発表の風景は随分様変わりしたようです。静岡市駿河区の静岡大学静岡キャンパスでは午前10時、掲示板に合格者の受験番号が張り出されました。素直に嬉しいです。国家公務員に4年後なりたいんで、その勉強しっかり4年間頑張りたいと思います。日本史とか歴史に関することですかね。まあ、自分の好きなことをずっと大人になっても学んでいけるようなきっかけに大学生活がなればいいなって思ってます。静岡大学静岡キャンパスでの合格番号張り出しはコロナ禍で中断し4年ぶりとなりますが、様変わりしていたことが2つあります。まず感じられたのは合格の喜び方です。かつては掲示板で自分の番号を確認して喜びを爆発させる受験生が多く見受けられました。一方、今回はオンラインで番号を確認した上で記念撮影に来るという受験生が増えていて、喜び方は比較的穏やかです。もう一つは吹奏楽部とアメリカンフットボール部による歓迎の儀式です。掲示板での発表がなくなったと同時にその儀式も中止。3年生が入学した時にはすでに新型コロナウイルスが流行していて、胴上げの経験がありません。どうですか、今実際に今の動画見てもらいましたけど、こんな感じでやってたんだなというのを見ていかがですか。楽しそうです。アメフト部がこんな感じでなんか新入生をお祝いしてたんだなと思うと、感慨深いというか、僕らも、ぜひできたらよかったなと。新入生を全力で迎えたい在学生の思いを合格者に伝えることは今年もできませんでした。後輩が活躍してる姿、なんかわちゃわちゃ楽しそうにやってる姿も見たいし、そうですね、新入生の嬉しそうな顔も見てみたいっていうのはあります。後輩の活躍の場になればそれはそれで嬉しいです。少しずつ進みつつあるコロナ禍からの脱却。静岡大学の吹奏楽部とアメフト部は来年こそ儀式を再開しようと検討を進めているそうです。